ごいドラマとか好きでよく見てたんですよ。で舞台とかも友達が出るってなったら見に行ったりとかしてて、僕あんまりその舞台演技をしたことがあんまないんですよ今実際で。それで初めてやった時にすごいなんか悔しい思いしたんですけど、いろいろやっぱ初めてで分からないことだけでも怒られたり注意されたり教えてもらったりとかして。そう、俺神様の役結構好きだと思う。なんかあ時の、ね、こうやって出てきてあ、まあ、別の話なんですけど、あ、すいません、あ、見に来てくれたんですね。そう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 、たまたま、うん、それでなんか初めもめっちゃ悔しい思って、もうやりたくねえよみたいな感じになったんですけど、なったった なっちゃったんですよ一回、うん、でもそうやってでも舞台のオファーが来ることがまずありがたい話なんで、あ、でもそんな思ってたらダメっていうので、そのちょっと気持ち切り替えてやろうってなって、それでやっていくうちにやっぱ楽しくなってって、やっぱ少しずつでもなんかセリフとかも覚えるの早くなったり、あとまあ褒められることはまだないんですけど、まあまあでもそこ良くなったよとか、良くなったよとか言われるとやっぱ俺も嬉しくて、もう素直に喜んじゃうんで、そういうのがやっぱ楽しいから、これからもなんかやっていきたいなって思いますね。いや、モデルやんないみたいな、こうスカウトされて、でモデルやってて、でなんか普通にオーディション行ってって言われて行ったら仮面ライダーのオーディションで、知らなくて、で隣の人がなんかガチガチに緊張してて、仮面ライダーのオーディションに呼んでいただきありがとうございますみたいな、マジかってなって、それからですね、たまたま受かっちゃって、そしたらなんか、おー、すげえ面白いこの世界ってなって、はい、そこから10年、今に至ります。きっかけって何か分かんないですよね、本当に。本当分かんない、やってみたら本当、どの世界もやっぱり知らないだけで、嫌いとか言えないんですよね。やってみないと分からないですよ。やってみないと本当、面白みもやっぱ、で、やってみないと悪さもやっぱね、分かんないからね、本当の意味での。アニメだとやっぱ、ワンピースとかドラゴンボールとか舞台化したらちょっと関わってみたい。いや、絶対超反感買いそう。確かに反感買うと思うんですけど、大変だと思うんですけど。何役やりたいの？僕、チョッパー。は？あ、まあでもなんとなく分からなくもないね。うん、分からなくチョッパーとかやりたいですね。ドラゴンボールだと何でもいいですね。ドラゴンボールだったら何でもいい。関われたらいいですね。それとね、なるほど。もう置物でもいいです、僕なんか。なるほどね。じゃあ俺村人やるわ。戦闘力3。そうだね。なんだろうな、やってみたい作品と変わった役がやりたいですね。別に原作とかなんだか分かんないですけど、今ちょっと思いつかないですけどね。はい、ちょっと斜め上を行くような、はい、役がやりたいですね。たまにやるのハマってるのが、ティッシュをこうやってこういう風にやって鼻の中に突っ込んで、ハクション！でも俺もやる。え？やります、やります。あれ超好きで、電気見ながらやります。あ、そう、わかる。超わかる。そう、くしゃみがあんまり出えへん、なんかあんまりなんか出にくい時とかに、そうそうそう、とかいかないからでやるとすっきりするよね。めっちゃ、うわー出たみたいな、出たってなるんですよ。まあそれを僕は、ジハード、聖戦って呼んでるんですけどね。はい、それですかね。めちゃくちゃわかります、それ。たまにやります、俺も。はいはい、あ、よかった、共感者初めて、マジ嬉しいわ。みんなやってると思ってた俺。いや全然、だって友達がいる時にちょっとジハード入るわって言うと、また初めてあいつ聖戦みたいな。全然分かってくれる人いないもん。これ全然わかります。よかったわ、じゃあ今度一緒にやります。うん、しようか、聖戦ね。あ、面白い、はい、僕、ハマってること、ハマ、うん、ってること、でも今結構でもドラマとか番組とかたくさん録画して、あ、HDD みたいな録画しといて、はいはいはい、それで寝る前とか朝早く起きた時とか休みの時にバーって見るのがすごいストレス発散になるんですよ、うんうん、一人でハッつって笑ってますもん、テレビで。テレビで反応するタイプか。はいはい、俺も最近ね、反応するようになってきた。ないでしょ。言っちゃうんですよ。言っちゃうよね、言っちゃう、言っちゃう。あ、結構タイプ似てるかもね。かもしれないですね。サータンダギーが2月24日に解散が決定しまして、その解散したらやっぱ一人になるわけじゃないですか。だから終わりは終わりなんですけど、でも新たなスタートとして僕はそのやっぱり今までサーターアンダギーとして
やってきたことを糧にして、もう俺一人じゃないと、3人でいるとできなかったこととかも正直あったんで、そのできなかったことをたくさんチャレンジして、だからそのいろんなことにチャレンジできる年にしたいなって思いますね。明るく言っちゃってください。明るく？明るく。今年もいっぱいお仕事したいです。はい。ゆるいですね。なんか、好きですよね。あ、本当、よかった、よかった。はい、なんでね、今年まずね、一発目がダブルブッキングなんで、はい、はい、ぜひ、ぜひぜひ皆さん、僕らの一発目の仕事見に来てください。はい、お願いします。お願いします。